富良野線は、北海道旭川市の旭川駅と富良野市の、富良野駅を結ぶ北海道旅客鉄道の鉄道路線である。旭川や美栄、富良野という有名観光地を沿線に持つ、北海道を代表する観光路線である一方、近年は周辺地域が旭川のベッドタウンとして発展しており、旭川方面への通勤、通学路線としての一面も持ち合わせている。 元々は北海道関節鉄道によって旭川と釧路を結ぶ幹線鉄道の一部として建設されたもので、富良野駅までは1900年8月1日に十勝線の一部として開通している。1913年11月10日に滝川駅下富良野駅間の新線が下富良野線として開通し、釧路本線の起点が旭川駅から滝川駅に変更されたのに伴い、 下富良野駅旭川駅間が富良野線として分離された。なお、線路名称では起点が富良野駅、終点が旭川駅となっているが、鉄道要欄ではその逆となっている。2020年に全線開通120周年を迎え、7から10月にかけて記念行事が開催された。2016年11月18日、JR 北海道は、 厳しい経営状況を理由に自社単独で維持することが困難な路線として10路線13区間を発表した。本路線は自社単独では老朽土木構造物の更新を含め安全な鉄道サービスを持続的に維持するための費用を確保できない線区とされ、今後は経費節減や運賃値上げ、利用促進策、上下分離方式への転換などを軸に、 沿線自治体と協議する予定とした。なお、北海道による総合交通政策検討会議が2018年2月10日に発表した北海道の将来を見据えた鉄道網のあり方についてでは、観光客の利用だけで鉄道を維持していくことは難しいことから、関係機関が一体となって観光路線としての特性をさらに発揮するよう取り組みを行うとともに、 地域における負担等も含めた検討、協議を進めながら路線の維持に最大限努めていくことが必要と考えるとしている。十勝線、串路線、富良野線定期列車は普通列車のみが運転されており、すべての列車がワンマン運転を行っている。旭川駅、富良野駅間の直通列車と旭川駅美栄駅間の区間列車が設定されており、全体の四割程度が 区間列車である。一部列車は西中駅、鹿内駅、学田駅を通過する。朝の一部は平日、土曜日のみの運行である。以前は、旭川駅帯広駅間で、臨時快速、ホリデー帯広、ホリデー旭川も運転されていたが、2003年1月5日を最後に運行を終了している。 ほぼすべての列車がキハ150系機動車で運転されるが、キハ40系機動車や、ごく稀に代替としてキハ54型機動車が使用されることもある。また、観光路線として充実が図られており、毎年6月から10月にかけて、トロッコ列車のフラの、ビエのロッコ号などの臨時列車が運転される。全区間が旭川支社の管轄であるが、 フラノ駅構内のみ本社鉄道事業本部直轄となっており、同駅の折り場内信号機が死者境界となっている。輸送密度は以下の通り、データが公開されている1975年度以降では全体的に減少傾向にあるが2004年以降微増傾向にあり、2016年に発表された自社単独で維持することが困難な路線の中では最も高い。 収支と営業係数は以下の通り、JR 北海道発表文についてはいずれも管理費を含めた金額である。はマイナスを意味する。全区間において駅ナンバリングが設定されているが、駅ナンバリング順ではなく、旭川駅から下り方向に記述。駅ナンバリングの詳細については、北海道旅客鉄道の駅ナンバリングを参照。ありがとうございます。